キョウちゃんです。はい、クマさんです。顔見えてないよ、髪の毛で。てか今日ヤバくない俺。なんでお前今更心配だってんの。いつもこんな感じだよ。そしていつもヤバいから。ちゃんと見たの久しぶりかも。なんでちゃんと見たことないの。目背けてるから最近も。背けらんないぐらいの量じゃん。今日はですね、皆さんお願いします。はい、イヤホンガンガンゲームをしたいと思うんですけども、イヤホンガンガンゲームをしながら商品紹介したいと思います。なるほど。それでは今からこの飲みかけのコーラをレビューしていきたいと思います。お願いします。このコーラのかき氷製造機をすごい速さでかき氷を回す時にいいものができるっていうことができるの。え、コーラか。え、だからお前それどうしちゃったら聞かんから。何てことか。コーラのキャップがすごくコマになっていい感じですよ。コーラの手書きないでしょ。え、今回紹介するのはこのハンドスピナーです。今回紹介するのはこのハンドスピナーです。これ黒でかっこいい。これがかっこいい。これと同じぐらいよく回る。同じぐらいの、え、同じぐらいよく回る。同じぐらいの、同じぐらいの孫。同じぐらいよく回るのが同じぐらいのキョンちゃんです。おばさんがキョンちゃんです。おじさんが、うんうん、同じぐらいのおばさんとおじさんがこれを回してよく回るのがキョンちゃんです。おっしゃってるキョンちゃん。全然わかんない、どうしよう。同じくらい回るのがキョンちゃんです。同じくらい回るのがキョンちゃんです。これが、うん、あの、はい、ハンドスピナーで、はい、ヒカキンさんが大好きなやつです。外人さんから流行ってきたものです。このハンドスピナーは、このハンドスピナーは実はとても美味しいです。一番はどこでも回せることです。ハンドスピナーとびっくりチキンを、うん、あの合わせて何か企画をやりましょう。このびっくりチキンとハンドスピナーで大技をします。この2つ合わせたらやばいよね。え、このびっくりチキンとハンドスピナーで大技をやります。は？お前から言ってんでしょ今。俺がキョンちゃんに話しかけるんでしょ。キョンちゃんに話しかけることが、ね、これとか、そう。実はこのハンドスピナーは、あのこの子が産んだもので、この子がいるもんで、キュウコツくんと言っても過言ではない。食べてくれると思ってる。キュウコツくんは昔まで、実はちょっと前まで飛ぶことができなかったんですけど、ハンドスピナーにこのハンドスピナーに実はそこに一緒に飾ってあるハンドスピナーをかじって歯の毛が。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ローティングのマックンジーコ高津ツンツン。